元売りモデルには、1984年に、イタリア人エンジニアのカルロキティが起こした、レーシングエンジンの専門会社である。本拠地は、イタリアピエモンテ州、ノバーラ。ミナルディエム185元売りモデルに1985年シーズンに、イ 1A のエンジン供給を開始。同年の、第3戦3割の GP より、新興チームのミナルディエ 1500cc の V6。 ターボエンジンを供給した。1986年には、海チームの AGS にもエンジンを供給したが、ポイントを獲得することは愚か、予算不足もあり、信頼性が低く乾燥も、ままならなかった。ミナルディとは1987年までタッグを組んだ。1989年より、海一のエンジン規定が、自然吸気 3500cc に統一されることが、 決まると、キティは水平対向12気筒エンジンを開発。日本の富士重工業と提携し、スバル、元売りモデルにとして1990年よりコロウニへ供給することになる。当時スバルのモータースポーツ代表者だった高岡幸雄によれば、発端はロードカー、ジオットキャスピタ用に 3300cc の水平対向6気筒エンジンをチューンするという話だった。 欧州のエンジンチューナーと接触する中で、ドームの林ミノルにも通りモデルニを紹介され、計画が、カイ12エンジン開発、カイ13戦へと膨らんでいったという。1988年1月に、スバルとのジョイントが発表され、同年のイタリア GP 前に、ミラノで、イ12エンジンが初公開された。1989年には、 ミナルディのマシンに搭載してテストを行ったが、ミナルディ側が採用に難色を示したため、供給先をコローニへ変更した。スバルは前線基地として、スバルテクニカヨーロッパを設立し、コローニの株式半数を取得して、チームの共同運営も行った。1990年は、コローニ C3 バイトに搭載され、ベルトランガ賞の一大体制で参戦したが、開幕から8戦続けて、 予備予選落ちという惨憺たる結果が続いた。エンジン性能は最高出力 600PS 以上、最高回転数 13000RPM と発表されたが、ダブルベッドと揶揄されたサイズ 159kg という重量は、当時の F1 エンジンの水準に達していなかった。結局、スバル本社の判断により提携が解消され、第8000イギリス GP を最後に、 第1一から撤退した。コローには後半戦は市販のコスワース DFR へスイッチし、少なくとも予備予選は通過できるようになった。なお、元売りモデルには V12 エンジンも開発しており、第1計画終了後はモンテカルロのスポーツカーに搭載される予定だった。キャスピタの方は 585PS、1750rpm にデチューンした、第12ユニットを搭載する。 試作1号車が1989年の第28回東京モーターショーに参考出展されたが2号車以降はジャット V10 エンジンに変更された。現在1号車は日本自動車博物館に展示されている。元オリモデル2の F1 エンジンはスポーツカー世界選手権でも使用された。V6 ターボはグループ C マシンに搭載され、 世界スポーツプロトタイプカー耐久選手権に参戦した。会12エンジンは、グループ C カーのアルバ AR21 にも搭載され、1990年の WSPC に参戦した。全9戦のうち5戦で搭載され、予選普通か3回、決勝不出走1回、不参加1回の不審な成績で、シーズン途中でビュイックエンジンに完走された。ありがとうございます。